皆さんこんばんは。株式会社ソーイーチャンネルです。和歌山のホテルに着いたんですけど、今タクシーが来るんで、今からね、専務とね、和歌山の街の帳に消えたいと思います。行ってくるよ。和歌山の一番の繁華街に、和歌山一の繁華街にお願いします。和歌山一の繁華街って今言いました？はい、専務。はい、僕でも風俗とかキャバクラとか行かないんですけど、大体キャバクラって何時ぐらいまでやってるんですかね。あ、そうですか。まあ行かないんですけどね、僕は。絶対に行かないですけど、ね、大好きじゃん、キャバクラ。キャバクラ行くしかないじゃん。行かないです。僕、風俗とかキャバクラとかもうそういう系一切行かないんで。妻いるんでね。はい。僕寝ます。僕、食事したら、社長帰って寝ますんで。あ、本当？どっか行きたいなら、僕タクシーで帰ります。あ、了解しました、はい。お願いします。じゃあ、はい、そういうことで。はい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 、失礼します。はい。和歌山のメインストリートみたいです。飲み屋街のね。これなんかすごいね、これなんかやらしそうなビルだね、これ。はい、セーフ。やべ、マジです。あ、てっちりだってよ、てっちゃんみたいじゃん。これ、いいね、いいね。さあ、行きましょう。これ、こっちも繁華街みたいですね。人少ないですね。和歌山行ってたけどね、人がいないね、やっぱり。ここもなんかね、ちょっとキャバクラビルっぽいですね。キャバビル、バカバビルね。若島津、あああれみたいだね、あの若島津県みたいだね。こっち渡っちゃいますか。すげえおしゃれなお店、すごいおしゃれ。ここ渡りますかね。え、あがたさんを紹介されたんでね、ちょっと YouTube 撮れるかどうかちょっと確認します。それではね、ちょっと専務にね行ってもらいます。おしゃれ、ちょっと光ぼけしてて見えないかな。オッケーですか。じゃあ入ってきます。他のお客さん映んだよね。あ、奥まで広くあるんですね。広いんですね。すいません。あ、いいです。あ、テーブル、テーブルでいい。はい、こちらのテーブル。すごくね、美味しそうなメニューがありますね。お黒の味メニュー、ポテトサラダ。あー、美味しそう。おからとか美味しそう。いただきまして、これが今日本日のおすすめですね。こういうものがあります。すごいですね、写真付きでね、全部教えてくれてあるんでね、いいですね。すごく丁寧です。すごいメニュー、もうめちゃめちゃたくさんメニューある。これすごいですよね。はい、はい、呼びます。全部こうね書いてあります。素敵、素敵です。うわ、締めまでね、うどんまである、すごいメニューだね、これ。しかしだけ料理があると全部食べれます？いや、ほぼ食べないですよ。まあ、これお寿司まであります。なあ、だって以上となります。お酒もね、いっぱいありますね。やっぱ和歌山ですからね、僕は梅酒飲みたいんで、うん、とりあえず生一杯飲んで、はい、いつも焼酎ですけど、ちょっと生飲むと、ね、梅酒を飲みたいな。それで潰れちゃうんだよね。いや、ラマ1位、梅酒1位です。次行きますか。はい、乾杯。はい、乾杯。乾杯。おいしい。和歌山いいですね。いいね。ちょっとあんまりにも人出てないですね。思いのがね、出てない、うん。めちゃめちゃ美味しいけど。まあ、空いてた方がね。まあ、いいね。あんまりね、わー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 、ほんとメニューがいっぱいあってね、びっくりしちゃう。まあ、なんでもあるよって言ってましたもんね。ちなみにね、タバコが吸えるって言ってさっきね、専務がない。吸えます。多分ね、ご紹介してもうちらのチャンネルだと
多分、ね、静岡県民ばっかりだからなかなかね、和歌山まで来るっていう人いるかどうかわかんないけど、まあありがとうございます。失礼します。すっつれんします。すっつれん、すんつれんします。すんつれん、すんつれんします。せーもあれでしょ、梅酒でしょ。そうです、定番の、はい、梅酒水割りね。まあロックか。水割りもロックもあんま変わんなくない。まあロックだね、うん、私は決めました。次に飲むのは何ですか。何だと思います。いや日本酒じゃないですよね。いや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 、あ、行くんだ地酒。ありがとうございます。え、あ、セムナス来て、あ、来たね。え、これでしょ。違いますよ。すごい美味しそう。マルナス。めちゃめちゃ美味しそう。はい、全部食べてください。はい、いただきますよ。これは何、醤油でいただくの。醤油かな。生姜醤油だね。あ、醤油。ちょっとそのままいただきます。はい。あ、いやもうそのままでもめちゃめちゃ美味しい。本当？うん、あのね、何分つけてある感じ。全つけっていう。食わしていかんというパターンと、うん、2種類あるよね、うんうん、そうですよね。よくね、嫁仕事は永遠のテーマだもんね。そうですね、うん、まあ普通にうまくいくわけないよね、うん、だからさ、まあ、生きていて環境違うでね、うん、そうね。醤油つけて、うん、俺つけた方が好きかも、うん、つけてると倍おいしくなるね、うん、また美味しさが倍増するね、うん、幸せね、お酒飲めるのね。やっぱ酒飲めるのいいよね。うん、そうだね。何日ぶり ?1 週間ぶりぐらい、うん、バーベキューやったぶりだもんね。1週間経ってないか。そうだね。あ、いつか、いつかないか。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しそう、美味しそうな漬物来ました。美味しそうです。お通しのきんぴら全部好きだよね、そういうのね。きんぴらとかね、おふくろの味だからね。煮物とかね、うん、好きだよね。梅シャロット。あとすいません、私はやっぱ和歌山まで来させていただいたんでね、和歌山らしいものをね飲まないとね、うん、すいません、元祖辛口宝チューハイください。何これ、これ和歌山、和歌山っぽいな。おいおい、これかんのコンビニで買えるやつやん。ありがとうございます。ありがとうございます。あー美味しそう。ありがとうございます。塩でね、食べちゃいましたけどね、すごいカラッと上がってます、うん、お、熱々、いただきます。ありがとうございます。あー、この醤油食べるんですね。どうすか、うん、これサバ棒って書いてありますね。サバ棒、美味しいサバ寿司ですね、うん、私締めサバ大好物なんで、おし寿司だね、サバ寿司だね。はい、いただきます。かっこいい、おいしい。して、本当にこれすごいね、サクサク。
いや、美味しいよ。サバでかい。もうね、一口でいくとね、喋、うん、れない。大きすぎて。本当ですか？ありがとうございます。なんかグラス大きいね。ありがとうございます。こっちください。脱がしてください、社長。これね、これがあの和歌山でかの有名な缶チューハイ。これさ、ほんとコンビニで買えるね。いいんすよ、芋とかなかあの芋とか麦しかなかったんでね、あのチューハイで。これうまいっすね。南高飯どうすか。南高飯、うん、いいよ、いいよ、いい、うん、ラスト、ナス、うん、完食、うん、素晴らしい。いや、ナス美味しい、ほんと美味しかった。明太子だし巻き、美味しそう。じゃあ先に、もちチーズ。あてがちのもちチーズ。はい、いただきます、もちチーズ。チーズたっぷり。よし、私これ一口でいっちゃいます。むかむか美味しいですよ。あの、社長がね、せっかくだからちょっと寄ってこうって、ね、普段はだってもう和歌山って来ないけんだもんね。来ない、まず来ない、まず来ない、ね、来たことないもん、俺初めてだよ、うん、まあ大阪行ったり京都行ったり奈良行ったりとかね、うん、まあその四国行ったりとかさ、うん、そういうのはあるけど、そうね、通り過ぎちゃうもんね、上をね、うん、もう大体高速道路で行っちゃうね、東名名神で行っちゃうからね。そうだよね、なんか普段来ないとこに来るっていいよね、うん、そうだね。でこれ九州行けば九州行ったで、まあ、九州行って大体福岡行って、まあ、鹿児島行ってみたいなのが多いけど、うん、まあ、長崎もあるか。でも宮崎とか熊本ってあんまり寄る県じゃないもんね。宮崎、熊本、大分ね、佐賀とかね。佐賀も行かないね。佐賀とかね、福岡とかで佐賀一番奥だから、うん、行かないね、確かに。そうだよね、長崎、福岡、鹿児島ぐらいがあれだよね、うん、まあそこ行ってあとは沖縄とかね、うん、普段は行かない県っていいよね。そうだね、山口県とかそうだしさ、そうだね、今回はどっちかっていうと行かない県巡りだからね。行かない県巡りね、そう、まあ、なぜかは言えないけど。どんな理由があるの、知りたいの。知りたいの、知りたくないでいいよ。そういう県の方ね。そうね、まあそうね、確かにマイナー県巡りだよね、確かに。そうだよね、今ね、キャバクラのボーイさんがねここを教えてくれたんだね。まあ初日だからね、今日はね。そうね、うん、飛ばしていこうね。初日から飛ばしたら何調子か分かんないんだよ。とりあえず初日もあれじゃない、ちょっと落ち着いてきてから飛ばした方がよく。そうだね、だから今日は軽くね、軽くだよ、ほんと。ジャブジャブ、うん、まあ明日また道長いでね。そう、だから12時、ちょうどだよ、1時ちょうど、2時だよ、2時ちょうど。もしかしたら3時かも。3時ちょうど。いや、大きくなっちゃうでしょ。まあ別にね、俺ら暇だから。暇なのにいいんだけどね、別にね。そうね、まあ急ぐ、急ぐ
パフォーマンス落ちるからさ、ね、あんま飲みすぎちゃいけないね、うんうん、まあそれはあるね、やっぱ、まあ、でもさ、いつものさ、バーがないから、あー、ね、そうね、いつものさ、最後のやばいやつがないからさ、うん、バーやっちゃうと、もう地元のバー行っちゃうとさ、ハイキーキーで、もう次の日絶対潰れるやつだからさ、それはさすがにないと思うんだけどさ、まあ遅くでも3時に寝れば、まあ昼から活動できるからね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。本日は和歌山県のね、あがたさんにね、和歌山市ですね、和歌山市のあがたさんにお邪魔させていただきました。本当にすごくね、美味しい料理でメニューが豊富なんで、まあ、皆さんが和歌山の方はね、ぜひね、来てください。本当に美味しいです。長い間ご視聴ありがとうございました。それではチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それじゃあね、みんなバイバイ。